どうも皆さん、こんにちは、ゆうです。今回、ファイナルファンタジーレコードキーパーですね。セシルイベント最後、山頂の石碑をやっていきたいと思います。ちょっとね、家にいなかったんで、スタミナがもったいないと思って、やっちゃったんですけども、ボスまでね。一応ね、ボスだけはね、家で撮ろうかなと思って、一応ね、ここだけは撮ろうと思います。では、行ってみたいと思います。まあ、道中そんな問題なかったですかね、このメンバーで。あ、装備の紹介するの忘れましたね。最後にしたいと思います。前回と変わってないです。あそこだけ変えたかな。ガーネットだけちょっと専用武器に変えました。で、万が一ってことがあると、怖かったので。あと、プロテカか。アビリティとかね。にしたっていうぐらいですかね。まあ、プロテガとパワーブレイクかければだいぶ問題ないと思うんですけどね。と思ってるんですけど。すごいか、危なっ。ちょっとね、ガーレットがスリープとかだとまずいんですけど。左打ち。行きたいと思います。とりあえずディレイアタックでテントスピード下げますね。プロテカかけます。ジャンプ、あー、パワーブレイクスコールか。最悪だ。まあしょうがない。アーマーブレイクで足を狙うと、あ、パワーブレイクあれか、 T だか、勘違いしてた。お、かかってみましたね、ディレイアタック。そのブレイクで次パワーブレイク当てておきますか。欲しいんですよね。とかちょっとおかしい。できたのジャンプ。カインのレコードマテリアにジャンプやるとね、効果がちょっと上乗せのレコードマテリアつけてるんで。なので、ジャンプを多めに使ってます、今。スコールが寝たまんまだな。僕、なんかジャンプしてる時でありがたいけど、パワーブレイクしてプロテガかけてこれか。400してなかったら結構やばそうですね。で、ドレイン系しておきますか。プロテガもう少しで切れるからかけといていい。かけといた方がいいかな。キレデッカ使った方がいいか。キレデッカ戦う。来た、暗黒。パワーブレイク使ってみます。どんぐらい削ったろう、今。エレンドギリ。エレンドスピード。あれ、ちょっとペースト切れてる。お、ラムが溜まった。足の狙い、の前にプロテガー切れてるね。プロテガーかけます。もう一回これでラムいきましょう。スローがかかんないな。まあしょうがない。で、ファイラー系。
ってるアムカマブレ全部切りカマブレさあラムでどんぐらいいきますか。見てるの聞かないねあんまり。ただやっぱ乱れ打ち出てくれるとありがたいんですけどね。足を狙う最後ですね。足を狙う暗黒やり出しておきますか。お、かかった。ありがとう。そろそろ倒してもいいんじゃないかな。ミスかい。必殺技。さあ、暗黒が多いね。やり出しておきますか。乱れ打ちが出ない。まだか長いな。これ行動回数が1でしょうね。まあ、しょうがない。火力不足なのかな。やっと倒したっていう感じです。まあ4のキャラで、ね、カインしかいないですけども、他が育ってないんで、あんまり。リニアは52ぐらいなんですけど。あ、この回数2か、これ、でも。まあでも、これグッズなんだ。これ、リニア52なんですけどね、クロマホが3までしか使えないんでね。ちょっとそこが、っていう感じで外しました、今回。HP のコンタウン。はい、極大。はい、極大。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、セシルイベントのね、フォースが、山頂の石まで全部終わりました。ということで、最後ね、武器紹介して終わりたいと思います。変わってないと思うんですけど、前回と。変わったかな、ちょこまか動くか、もう前回入れてましたっけ。眠りの剣と、黒装束。黒装束ですね。黒装束と、で、これ二つが、ここで、セシリルンで手に入るんですね。明治マッシャー、イージスのタッチと。で、ダンシングラーは、これすみません。ちょっと引いたやつで。で、アイスアーマーがドットクリスマスの商品。で、あと、レア速召喚2回出たんでね、重ねちゃったんですけども、レア後にして。で、スコールはもうレア度2のもの、レア度4にしたものなんで、これはね、普通に手に入るかと思います。普通の装備召喚とか、ノーマルね、ノーマル装備召喚とか、普通のダンジョンで落ちる武器なので。で、あと、ガーレットの、これだけね、武器だけは、一貫的に乗って、雷の杖だけはね、星5の、純粋に星5なんですけども、他はね、星3、星4のものなんで、純粋はね、もともとは。これを星5にしたものなんで。まあ、そんなに星5なくても、進化させて、いいのが共鳴させてればいけるっていう感じで、そんなブルブないですね、今回のセシルゲットも。っていう感じです。はい、ということで、今回のセシルイベントの最後の攻略動画でした。ここまでご視聴してくださった皆様、本当にありがとうございました。次回がね、バルフレアイベントなので、まだ難しくなってきたところとかね、何かしらところで上げていければなと思います。ということで、ここまでご視聴してくださった皆様、本当にありがとうございました。よろしければチャンネル登録などよろしくお願いいたします。では、今回はこの辺で終わりたいと思います。以上、ゆうでした。バイバイ。